ご視聴ありがとうございます。キャンドゥさんとセリアさんへ行ってきました。キャンドゥさん行くの久しぶりだったんですが、なんとなんと大きなモールド出てました。まずこちらがアルファベットモールド、フラットモールド、アルファベットセット。レジン用シリコンモールド、アルファベット、ジャンコードが4979142179225です。ちょっとこうふにゃふにゃの薄いめモールドです。かなり薄いです。見えるかな、ちゃんとが本当に5ミリないぐらい、3ミリぐらいの薄いモールドになってます。サイズは特にサイズは書いてないです。モールド自体は大きくって、縦が約 11.5、 横が約 20.5 の大きさになってます。ですごくいいなと思うのが、アルファベットが2個ずつ並んでいます。 E は3個あります。面白い。 I も3個あります。 M かわいい。 Q が1つで、VWXYZ も1つずつです。ウェブを確認すると、これと同じ大きさで数字のモールドも出ているようです。私が行ったお店はこれしか見つからなかったのか、見えてなかったのか、こちらだけ買いました。キャンドゥさんの330円商品になっています。で、この流す方と反対側から見たら文字が成り立つという形になっておりますので、モールドの底面が表になるという形になります。そしてもう一つ、キャンドゥさんのモールド、フラットモールド12タイプセットというものを購入しました。こちらはキャンドゥさんの220円の商品になります。ジャンコードが4979142179249、レジン用シリコンモールド、アナーキフラット12種、アルファベットモールドよりは厚みがある感じです。もう縁がなくて一個一個切っても使いやすそうな形になってます。ピアスとかにするにはもしかしたらちょっと深いかもしれないですが、キーホルダーとかにはいいですね。こちらも大きめサイズになってます。モールド全体で縦が 11.1、 まあ大体11で、横が 15.2、 15ぐらいの大きさになってます。久しぶりにネイルスタンプの、なんていうんですかね、ネイルスタンプの台紙模様を購入しました。何回やっても失敗するんですけれども、割とこのスタンプ台たくさん持っているので、なんとか頑張ってできるようになりたいです。新しいモールドが出ていました。新しいなと思って購入したのがこの4種類になります。おそらくなんですが、セリアさん毎回たくさんの種類、10何種類か出してくださるので、もっとたくさん出ているのか、これから出るような気がします。行ったお店はこの4種類だけ新しいモールドが出てました。何かな、地方先行はこの4種類だけとか、店員さんの好みでまずこれだけとかなのかもしれないです。見つけた新しいモールドは全てシェイカーモールドでした。こちらはおなじみのハートモールド、シリコンモールド、シェイカー、星、ハートというものになります。これ2つジャンコード一緒です。そうですね、4571196328798です。まあまあおなじみの形なんですが、なぜ購入したかというと、おなじみの形なんだけどちょっとちっちゃいんですね。こちらが手持ちのダイソーさんのモールドになります。例えば星のモールド、これサイズ書いてるかな、書いてますね。星はだいたい 43×42、 ハートは 43×39 という大きさです。一方、ダイソーさんの星のモールドが一番広いところで52ミリ、縦
縦が下までで、そうですね、52、53ミリぐらいになります。なので約1センチ程度、一回りちっちゃいモールドになってます。ハートの形においても、ここの一番広いところが53で、縦が49から5センチぐらいということで、一回り違います。キャンドゥさんでもハート星のモールドありましたが、もう大きさはそんなに変わらなかったです。この一回り小さいサイズっていうところが、なんかそうきたかっていう感じでいいなと思いました。そしてもう一種類あったのがシェイカー羽です。レジン用シリコンモールドシェイカー羽、ジャンコードが45711963283。こちらもジャンコード一緒やと思います。そうですね、この両翼が羽ばたいているのと、片方の羽のものとになってます。これだけで作って羽ってわかるんかな。でもこの中とかも可愛いなと思います。さあ、しばらくセリアさんを暗夜して新しいモールドを探す旅が始まるのかもしれないですが、そろそろ置く場所がね、なくなってきたので、厳選しつつ楽しんで探していきたいと思います。春のピアスも作りたいんで、キャンドゥさんのこのモールド、そしてちょっと練習したいネイルスタンプ頑張ります。また今後の動画で出てくると思います。どうぞよろしくお願いします。では今回ここまでです。ご視聴ありがとうございました。